こんにちは、七飯です。今日はあいにくの天気ですけど、ホンダドリーム横浜上岡さんに来ました。待望の今日は車両の納車になります。こんにちは。こんにちは、大竹店長です。すいません、今日はよろしくお願いします。お願いします。はい、早速車両は、はい、こちらになります。それでは、あ、こちらですね。おお、かっこいい。まだ黒はレアですからね。これ黒ですよね。黒です。マットブラックになりますね。ちょっと納車の説明に関しては上岡さんも YouTube やられてるので、はい、概要欄に貼っときますので、そちらの方から ADV の納車気になる方は見てください。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。よいしょ。おお、はい、走り始めました。 ADV150 です。晴れ予報だったんですが、なぜか雨が降ってきました。大竹店長にも言われましたが、新しいタイヤはとても滑りやすい、かつ今日はちょっと雨が降っているので気をつけて運転していきたいと思います。スクリーンは2段階調整できる仕様なんですが、雨が当たらないようにスクリーンを上に上げてます。スクリーンにはめちゃめちゃ雨が当たってますね。おー、濡れた日のマンホールや横断歩道は怖い。今結構な坂道を走ってるんですけど、すごい力強く走ります。結構雨降ってきましたが、やっぱスクーターすごいですね。こう内股にすれば足元は濡れないです。今 ADV150 は赤がデリバリーされてるみたいで、このマットブラックは今現時点だとレアな色になってます。まあ、今日はちょっとこんな天気なので、後日撮影した映像をご覧ください。どうぞ。今年のテーマは、まあ、島田さんともいろいろ話してますが、アウトドア、キャンプに行ったりしたいと思うので、積載が一番課題だと思うので、まあ、この ADV150 に、まあ、リアキャリアなどつけて、またシートバッグとかをちょっと考慮してですね、キャンプに行ける仕様にカスタムしていきたいと思います。ぜひご期待ください。